はい、どうも皆さんこんにちは、ケイと申します。本日もドラゴンボールレジェンズやっていきたいと思います。というわけでですね、サムネや今ね画面に映ってる通り、ロゼ様パーティーと言いますか、こちらですね、ザマスンパーティーを使っていきたいと思います。なんと、パーティー6人全員、まあ、ロゼ様、悟空ブラックいるけど、まあ、元をたどればね、全員ザマス合体ザマスも元をたどれば全員ザマスということで、まあネタパーティーなんですけれども、早速ねこちらのメンバーで PVP を回っていきたいと思います。多分ね、ロゼ様と合体ザマスがいればなんとかなるんじゃないかなと思いますので、よろしければご視聴ください。ではどうぞ。さあ、お相手の方は未来パーティーですね。あ、覚醒トランクスが、あ、じゃあまあ一突なんでこいつは出てこないかな、どうかな。まあ選出するとしたら、ロゼ様と合体ザマスと悟空ブラック、あとは、不死身ザマス、この4体になるんじゃないかなと思います。ちょっとね、ベジットブルーにかなり弱いパーティーなんですけれども、そこの辺はね気合で、あとは、聖なる逆鱗でなんとかしていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。さあ、ベジットブルーやっぱ出てくるよね。これかわして、あれ回避が入んね。最近ね、あ、ラッキー、なんで今打ってこなかったの。釣られていくけどいや、どっかでカバチェンして、ここ外してくるのかーい相手の動きはよくわからん。ザマス読みだったのかな。まあ、この悟空ブラックはね覚醒1ですけど、射撃だったらサイヤ人に対して結構いい火力が出ると思います。お、ザマス出てくるね。これはなかなかいいんじゃなかろうかなんかめちゃくちゃ雑に相手回避使ってるけど大丈夫かな相手もうバニッシングないでしょ。おお、入っていく。さあ、ロゼ様行きましょう。ただ気力が足りねえな。これはかわしたい。オッケー。さあ、ここでベジットブルーは、あ、スキヤリが来るけどこれはかわせるね。でかわし、あれかわせね。マジか。あ、えいやマジでよくわからん相手の動きが。さあ、ムカつく特殊を打たれて、ここはかわしたい。ああ、まあいいや、通常で抑えたり OK で、相手バニッシングがないんでこれをかわしましょう。で回避を読まないよくわかんないけど、なんかすげえ相手ぐる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 回転させてるけど、まあこれでベジットブルーを落としていきましょうたまにさ、なんか噛み合ってめちゃくちゃやりやすい相手だとか、全く噛み合わなくてもうあっさり負けちゃう時とかあるけど、今回ね今のところね噛み合ってないけど負けてないそんな不思議なことが起きております。さあ、こっちバニシン回、ほらめっちゃ回復使う、あ、回復じゃない、抗体使ってくるけどさ、大丈夫なのかな待機カウント。これ究極飛んできたらロゼ様に引きましょう。さすがにこれはあんまり入んないんじゃないかな。相手のトランクそこまで突も高くなかったんで。ああ、そっか、でもカード破棄あんのうざいな。釣れる。いや、これはもうじゃあ究極まで行きましょうか。アーツ引けるかな。オッケー、引けるね。ただこれ、あ、出てくるよねただロゼ様の究極もね、なかなかバカにならないと思う。約ね半年前のキャラなんですけど、この火力ですよ。当倍相手に半分以上持ってきます。さあ、ここは、あ、見えましたね。交代戻ってくるかな。聖なるキキリンザマス、合体ザマスかっこいいよね。聖なる激鱗が言いたくてこのザマスを使ってると言っても過言ではない。いや、それは言い過ぎかなさあ、ここはよきて最速ですね。じゃあこれは究極で落ちですね。ああ、降参、ああ、究極見たかったな対戦ありがとうございます。さあ、続いてやっていきましょう。お相手の方は GT パーティーで
スーパーイシロンとイシロンが入ってるというなかなかここは見えましたね。なかなかトゲトゲチックなパーティーですが、ここはロゼ様でコンボを取っていきましょう。あー出てくるか。ここはじゃあ普通に引きますか。あんまりねバニッシング残ってるんで交代もしたくないしね。あーここ噛み合っていく。打ってこない。タックル来る。あーお相手の方もタックル読みでしたね。あちょ弱っおギリギリセーフさあここは打撃をぶち込んだ後に合体ザマスに引きましょうか。結構見てきますね。ここはかわせる。まあ通常だったら OK。 さあどうしよう噛み合っていくな。いいね噛み合っていく。さあロゼ様ずっと居続けてるけどどうでしょう。我が刃、バフがねもう消えちゃったからあんまりダメ、あでもまあ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 いいダメージかな。さあ中距離で、おラッキー外れてる。あー遅かった。変えて全然相手、あやべ全然相手打ってこねえなと思ったら打たれて、あー状態異常入ってくよね。そう GT パーティーとなんだっけジャック竜がいるとねこいつ状態異常が多分ねかなりの確率で入るんですよね。まあ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 合体ザマスじゃなくてこの、あこれ、あー打撃で抑えられない。これは外れてる。回避を読む。オッケー。そうこのザマスね地味にあれですよね、交代時にダメージカットが入ってますね。でここはメインを使って属性振り向こうを使って究極をぶち込む。さあロルさんもめちゃくちゃかっこいいっすね。今回の2周年ガチャで赤凸に赤星凸になりました。いいダメージかわす。はいこれは回避できますね。で回避を読むよねちょっとメイン読むのは早すぎたな。これ多分メインを打っても黄色の石のが出てくるんじゃないかな。絶対の雷見よう。これが神だあまあまあいいかな。さあここで回復して、このザマスもさちょうど1年前ぐらいかな、1周年になる前ぐらいまで一番強いキャラ、強いというか一番 PVP で使われてるキャラといっても過言ではないくらいね一時期流行ったキャラなんですが、今となっては全く見ないキャラクターになっちゃいましたね。でここは回避読みがうまく入っていく。でこれで落ちるかな。いけ、ああ惜しい、落ちるよね。さあここで数的有利かつ相手のライジングをもうね奪ってるから、これは入りますね。普通に殴っていこう。さあただ気力が足りない。かわして見て跳ねるかな。オッケーいい感じに入っていきますね。さっきの人よりはかなりあの辺の動きがここも最速取れていく。あそっかこいつ不死身なんだ。あ入った今の地味にコンボが外れてましたが入りましたね。これはかわしましょう。で変えて最速OK。 あとはデビー。さあここで射撃打って回避を使わせて、あとはもう殴るだけですね。雷神が読まれたらめんどくさいからこのまま打たないでなんとか殴り倒したい。さあこいつほんこいつもね不死身だから、あこれ外れてるね。欲張ってきましたね。さあここは合体ザマスに変えて射撃でズズズンんズズズズン。はい対戦ありがとうございました。我が身に満ちるこの力。はいというわけでいかがだったでしょうか。まあね決して強いパーティーではないんですけれども、やっぱね個人的にね悟空ブラックが好きっていうのと、あの今回実装された合体ザマスかっこいいよね。絶対の雷鎚とかさ聖なる逆鱗とかさ、まさに中二病をくすぐる素晴らしいキャラだと思います皆さんもよろしければ PVP でこのパーティー試してみてはいかがでしょうか。はい本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。